ュエルナイト、ティファニー。敵弾のイレイザー、ホーキー。ライト、スティンギングジュエルナイト、シェリー。ティファニーはスキルで移動。ターン終了よ。行かせ。ぶちかませ、俺の分身ライド、レイザーディモリッションドラゴン。グレード1からもう分身。レッドリバードラグーンをコール。そしてディモリッションドラゴンで攻撃。ノーガード。レッドリバードラグーンで攻撃。これが俺様の攻撃だ。どうだ。すごいよ、もう2ダメージだ。そうだろ。別に普通よ。だと。私の番。ドグマタイズジュエルナイト、シビルにライト。カウンターブラストしてシェリーをスペリオルコール。トレーシーをコール。アタック。ぶちかませ、俺の分身ライド、レイザーサンダーブームドラゴン。攻撃、攻撃だ。その調子だよ、石田くん。ああ何よ。きらめく剣、貫く光。リーディングジュエルナイト、サロメン。ライド、エスペシャルカウンターブラスト。サロメのスキル、山札から1枚選ぶ、コールできる。ピュアハートジュエルナイト、アシュレイをスペリオルコール。ホイプガルをコール。あっという間にリアガードも5枚。さすがにコーリンさんはロイヤルパラディンを使いこなしてる。ティファニーの支援、サロメでヴァンガードをアタック。リミットブレイク。リミットブレイク。ダメージが4以上の時発動するスキルよ。リアガードのジュエルナイトが4体以上いるなら、パワープラス2000、クリティカルプラス1。マジかよ。うん。あの攻撃をガードするにはこうだ。ドライブチェック1枚目。2枚目。よっしゃ、守り切ったぜ。ターンエンド。よし、次は俺のターンだ。どうだアイドルさん、ダメージは同じ4。今んとこいい勝負って感じだろ。全然。なんだと。あなたまるっきりの初心者でしょ。まだルールを覚えたばかりの。バカな。なんでわかった。さっきの私のサロメのアタック、あなた1万でガードしてたけど、もしドライブチェックで1枚でもトリガーが出てたらどうなっていたと思う？サロメはクリティカルプラス1だったから2ダメージ追加よ。今のダメージは4枚だから、やべえ。なるほど、ヴァンガードの攻撃はそこまで読まなきゃダメなのか。すげえ、面白えな、ヴァンガード。ま、素直なのはいいとこね。で、まだやるつもりなの？もう少し実力をつけてからチャレンジしてもいいのよ。いや、俺はやる。この勝負、勝ち目があるかどうかじゃねえ。俺は本気でこの部に参加してみたいんだ。仙道愛知とヴァンガードをやってみたいんだよ。石田くん？愛知と？思い出したんだよ、仙道。お前昔この宮地学園にいたよな。うん、初等部の頃に。俺はずっとここだ。だけどお前は中等部の間は他の学校に行ってた。うん。それって多分初等部の頃のことが原因だよな。うん。あの頃のお前はいつもボロボロだった。学校でも学校の外でも。うん、僕はあの頃本当に悲しくて苦しくて、だから見かねたお母さんが転校を勧めてくれたんだ。
も気づいてた。お前がそんな目に遭ってることを知ってた。でも見ないふりをして。興味がなかったって言いや、よく聞こえるかもしれねえ。でも俺はお前を救おうとしなかった。何もしなかったんだ。俺はお前を追い詰めた奴らと同じだ。違う、違うよ。いや、俺はずっと気になってたんだ。だから今、そんなお前がうちの高等部に戻ってきて、しかも新しい部活を立ち上げようとしてるのを見て、思わず参加したくなっちまった。石田くん、お前変わったよな。あの頃とは全然違う。それはきっとこいつのおかげだろう。うん、ヴァンガードが僕を変えてくれたんだ。俺も変わってみてんだ。このクソみてえな高校生活の中で本気で熱くなれるものを見つけたいのさ。石田くん、直樹でいいぜ。アイチ頑張って。直樹くん、よーし、燃えてきた。忘れないで、あなたの相手は私よ。ああ、ビンビンにイメージが来たぜ。あんたをぶっ倒すイメージがよ。そのイメージは間違ってるわ。イリュージョン、幻想よ。そうかな、アイドルさん。ぶちかませ、俺の分身ライバル、レイザーボーイングソードドラゴン。イレイザースパークレインドラゴンをコール。攻撃だ、攻撃、攻撃だ。ギャラティンでガード、イゾルデで完全防御、ラシェルとプリズミーでガード。3回の攻撃でノーダメージだと。ダメージゼロ。もしかしてコーリンさんも熱くなってる。今度は私の番よ。アシュレイでアタック、サロメでアタック、トレーシーでアタック。なんとか守ったぜ。俺のターンだ。ナオキ君すごい。コーリーさんの攻撃を1ダメージで守りきるなんて。おお。でも手札は1枚もなし。ディアガードもほとんどいない。どうするつもり？ドローだ。おお、かっこいいぜ。よーし、ぶちかませ俺の分身ライド、ディスチャージングドラゴン。それ、なんだ、あ、俺グレード3の上にグレード3でライドしまったのか。これってもしかして反則？いいえ、問題ないわ。でもそれブレイクライドですね。ブレイクライド。教えていいわよ。はい、ボーイングソードドラゴンは新しいスキルを持ってる。それがブレイクライドなんだ。ダメージが4以上でこの上にライドした時、相手の前列のリアガードを1枚退却させ、そのターン中パワープラス1万。それがボーイングソードドラゴンのスキル。それがブレイクライドなんだ。おー、すげえ、すげえじゃねえか。なんだよ、もっと感動しろよ。うん、最高だよね。そうだ、今のライドもう一遍やり直していいか。あ、コーリンさん。別にいいわよ。おー、よし、俺のハートが燃えている。カードファイト部に入れと叫んでいる。色必殺の無敵の奇跡のブレイクライド、ディスチャージングドラゴン。ダメージ4以上でブレイクライド成功だ。相手の前列のリアガードを1体退却させる。トレーシーを退却だ。そしてそして、このターンのみヴァンガードにパワープラス1万だ。これがブレイクライド。これが俺のブレイクタイム。すごいすごい、直樹くん。あれ、ブレイクタイムは休憩って意味。ブレイクタイム、ブレイクタイム。郊外地の支援をつけてディスチャージングで攻撃だ。郊外地のスキルでさらにプラス4000。そしてリミットブレイク、ダメージ4以上でディスチャージングドラゴンのパワープラス5000。パワー3万5000。
こんなパワーが出るなんて。ノーガードよ。ドライブチェック、クリティカルトリガー、クリティカルトリガーゲット。パワープラス5000、クリティカルプラス1だ。